こんにちは服部純と申します思い立ってラジオすることにしましたラジオ金州省ですぜひお聞きくださいよろしくお願いしますまずなぜラジオをしようと画策したかというとちょっと YouTube がかそってるのとあとなんか音楽だと MV も 一緒に最近は作るので今年はなんかもうないかなみたいな。で来年に向けていろいろ準備はしてるんですけどなんかこうコンスタンスに続けられるものはないかなと思ってそれでラジオなら楽ちんじゃんと思って画策して吹き込んでます。マイクを買ったっていうのもあって。 その調査も兼ねてますね。自分がこうやってしゃべらないとどんな声かわかんないのでいろいろ試してみたいと思ってます。といってもおしゃべりするだけなんですけど皆さんはどんな気持ちですかぜひ聞いてください。金慎症っていうのをまず説明させてください。 金止賞っていうのは、もう昔からツイッターとかで自分がこう、いいなって思ったものを紹介するときに、金止賞って言いまくってます。で、タンブラーとか今だとノート .com とかで、あの、ブログを年末に書いてます。毎年一年を振り返って、その、自分が良かったなって思うものを、 あの独断と偏見で選んでます。去年が確か、映画はね、君たちはどう生きるかだったと思います。今年もね、どんなものが選ばれるかを楽しみにしていてください。そんな感じの金春賞なんですけど、第1回目ということで、もう殿堂入りで私が影響を受けた金春賞、も名誉英,英雄賞。 電動入りり賞の人をままず取り上げたいいと思います第1回目「近親賞ラジオ」取り上げるのはこの方ディアンジェロですそうディアンジェロがねめちゃくちゃ私は好きでなんていうのかな影響を受けていると思いますすごい好き好きって言ってたらね宇多田もねディアンジェロもね 周りのね、人たちもね、取り上げられちゃって、もうなんかインテリのおもちゃみたいになっちゃってるので、恥ずかしいんですけど、まあ、世の中がね、ディアンジェロブームになる前から私は、すごい好き好きって思ってました。なので、私が先です。え、そんなことはどうでもいいとして、最初にディアンジェロを聞いたのは、CD で、当時は CD で、しかなくって、 それで、あのね CD 屋さんのね光とね、こう CD ケースのねキラキラっとしたプラスチックのがね反射してね、ブードツのねジャケットっていうのがねかっこよかったですね。あのすごい赤黒いジャケットで、そこにディアンジェロがなんかこう黒光りしててすごいかっこよかったです。 中身も素晴らしくて音楽もなんかこうよれたベースとかビートとかにそのコーラスとか上物っていうのがもうどこまでもレイヤーがね重なってるっていうで当然ディアンジェロがディレクションしててプロツォルスもまあ操作してると思うんですけど素晴らしいなと思いましたと同時にですねこの人はその 文化系だなと思いましたすごい。というのもこんななんかこうヤンキーぶってるけど本当の本当に本当のヤンキーだとこれは作れないなと思いました。私は見抜いててあこの人っていうのはこの筋肉っていうのはこれは三島由紀夫みたいなもんだなってその時にもうすでに分かっててでその後にブラウンシュガーとか聞いたんですね。そしたらもちろん素晴らしい作品だったんですけど当時の ブランシュガーを出したばっかりのディアンジェロっていうのはねデブ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 というかデブなんですよでデブからブードゥになったなっていうのをやっぱ私は確信してあ私の読みは正しかったなと当時思いましたでブランシュガーが1995年で調べたらでブードゥが2000年の発表でしたそれでねなんかたまに言う方いらっしゃるんですけど あのブランシュガーが20世紀でブードゥーが21世紀だっていう人いるんですけどそれは間違いで2000年っていうのは20世紀らしくてなのでどっちも20世紀のアルバムですでディアンジェロの21世紀初めてのアルバムは「ブラック・メサイヤ」で2014年ということでしたまあ2014年の確か冬とか年末に出たと思うので 実質に,に2015年としたら15年くらいぶりに出されたという。で、私は実はそのブラックメサイアが出たときにライブがあったので、来日ライブが。私行ってきまして、ただね、その時のディアンジェロっていうのはね、もうね、15年のね、月日がね、流れててね、清原みたいでしたね、もうなんか。お男の人ってこう、 ガガマガエルみたいになりますよねなんかあれの現象が起こってて音楽は最高だったんですけど見た目はなんかすごかったですね。神を目の前にして言うのもなんですけど太ってましたね。なんかグランキューブ大阪っていうところだったんですけど会場が当時大阪に住んでてでなんかコンサートホールですごい遠かったんですねディアンチェロが。 すごい遠いよ悲しいよって思ってて始まった瞬間に。で、ディアンジェロも同じこと考えてて、なんか途中から、もっと前に来いやみたいなことを、英語でなんか言って、で、うわーうわーうわーってザワザワってなって、で、こう、ヤンキーが唇を切ったように、こう、前に移動し始めたので、私も、あ、これは、このビッグウェブに乗るしかないじゃないんですけど、もう前に、前にって、行きまくって、人をかき分けまくって、 でそしたら警備員というかスタッフの人が、なんか、ただいま大変危険な状況になってますので、お戻りください、責任みたいな。このままだとイベントは中止になりますとかって叫んでるんですけど、ディアンジェロは日本語なんてわからないので、そのまま演奏は続き、で、手を伸ばした時があったんですね。で、私ももう、今しかないと思って、こう、手を伸ばしまくって、そしたら握手できたんですよ、ディアンジェロと。 それはすごい嬉しかったです。その神と握手みたいな。なので私の右手は実はディアンジェロに触れたことがあるという恐るべき恐ろすすべき経験でございました。そんなことでディアンジェロはね私のディアンジェロ人生を飾らせていただきたかったんですけどいかがでしょうか。今回はね 白熱しちゃったので、ここまでにしたいと思います。お話は。ということで、今回のラジオはここで終わりたいと思います。また、独断と偏見でお話ししたいと思ってますので、ぜひ、皆さん見てください。じゃあ、バイバイ。